神田日章は、日本の画家。東京市板橋区練馬生まれ。7歳の時に戦火を逃れるために、一家で、北海道鹿追町へ疎開し、そのまま定住。農業をする傍ら独学で油絵を始め、その後、平原社美術協会展や全道美術協会展、独立美術協会展で活躍。北海道を代表する画家として、評価を得つつも、32歳で死去した。 ベニヤ板にペインティングナイフで描く、力強いタッチのリアリズム絵画で知られる。農家でもあったことから、農工場や牛などをモチーフにした絵も多い。同じく画家で、北海道教育大学教授であった、神田一名はに1937年東京の練馬に生まれる。1945年、東京大空襲に遭遇。戦火を逃れるため、一家で、 北海道鹿追町へ疎開する。1950年に鹿追中学校に入学し、美術部を創設する。1952年頃には兄、一名の影響を受け、油絵を始めた。1953年に中学を卒業、美術が特に優れていたとして、賞を受ける。そして東京芸術大学に進んだ兄の神田、一名に代わり、農業を継ぐ。 1956年、平原社美術協会展に、相場を、公募展所出品、朝日奨励賞を受賞する。その後も、同展や全道美術協会展など、北海道内の公募展に出品し、1964年からは、独立美術協会展にも入選を重ね、評価を固めていく。1962年に、結婚。1964年に、長男。 1968年に長女が誕生する。1970年、全道展に代表作、室内風景を出品。同年8月25日、人縁による、敗血症のため死去。32歳であった。神田日章の瓦礫は、決して長くはないが、その中でも様々な画風の変遷が見える。しかし、ベニヤ板にペインティングナイフを使った。 独特のスタイルは変わらなかった。神田日照記念美術館、ありがとうございます。